マリンが離れます。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争い、7番のシンキングサベージ、まずは間から出ていきます。外から11番 PM ギャレット、間10番の小町桜、さらに外から12番クレア長さん、先段4頭広がります。その後ろは2馬身相手、3番ラパンラピッドが5番手、外に8番モナベリー、直後に9番のシルバーニースの追走で1コーナーです。先頭は7番シンキングサベージ、リードは2馬身、少し内外間隔を空けて外を回る10番の小町桜が2番手、その後は2馬身12番のクレア長さんが3番手、1馬身内3番ラパンラピッドが4番手を進んで、それに外からじわっと8番モナベリー接近、これから向こう正面、そのうちには11番の PM ギャレットが追走しています。そして中段外目にスーッと上がる1番のコレオグラファー、外に出して上がっていきます。内からは2番のウェンスが行きました。それから1馬身差、外に5番のゴンドワナ、間から半馬身差9番シルバーニース、その内から半馬身4番シルバーティムール、3馬身6番サウスシーパールという体型で残り800を通過。1000目コーナーのカーブ、内から12番のクレア長さん、さらに最内から2番のウェンス、おーっと10番小町坂が外に膨れて、その煽りを受けて1番のコレオグラファー大走回りました。さあ直線コースに入って先頭はラパンラピッドが去った、その外から2番のウェンス、さらに12番のクレア長さんが追ってくる、最内は粘る7番のシンキングサベージ、さあ前の争い3番ラパンラピッド、内7番のシンキングサベージ、さらに2番のウェンス、3頭広がったが3番のラパンラピッドが並んでゴールイン、内は7番のシンキングサベージ、外2番ウェンスは遅れたか、3頭が広がりました。ゴール前ということになりそう。実績は言うに及びません。ここ一番で怪物特化します。4号艇の太田和美が引っ張る形か、お柵の中に光を見出したか、音速のターンで睡眠を魅了します。5号艇は桐生純平、結果を出したいその思いでここまで来ました。枠は不利でも狙います。6号艇片岡正弘、スロー3艇ダッシュ3艇オーシャンカップの頂上決戦です。3対3のスタイル、ホームは向かいの風、6メーターから7メーターの状況です。スタート10秒、台形1から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。見事なコーススタートを決めたのは1コース1号艇のシーナ、ダッシュからは4号艇、5号艇も迫っていこうとしますが、先頭との1号艇のシーナ、2号艇の稲田が渾身の差しのハンドルですが、わずかに届かないか。先頭は1号艇のシーナ、2番手追走2号艇の稲田、3番手からは4号艇の太田、4番手以降5号艇、3号艇、6号艇が続きます。なおスタートは前提正常でした。2マークをトップでクリアは1号艇のシーナ、2番手ブンバースのは2号艇の稲田、上位体系1番2番で3番手争いは4号艇5号艇、インコースを通るのは5号艇の桐生、アウトからは4号艇の太田、後方3号艇6号艇となっています。2周目で入りました。先頭は見事なトップスタート、堂々押し切った1号艇のシーナ、2番手追走2号艇の稲田、5号艇外から迫るのは桐生純平で、上位体系は125、4番手に3号艇、4号艇、2艇接戦で、後方からは6号艇、片岡となっています。
SG 挑戦3度目の正直でどうやらまだ見る頂点へと一気に駆け上がるか。1号艇のシーラが2周2番からターンからホームスレッジ、2番手追走は2号艇稲田、3番手に5号艇の桐生で内側からもう一度4号艇の太田押し上げますが、上位体系は1番2番手最終周回です。優勝モーター引き当てました。そのパワーきっちりと引き出して自分でも驚くほど抜群の船足へと仕上がりました。あとはきっちり逃げるだけ、その言葉まさに有言実行です。この春にはいろんなことを教えてもらったグループの先輩山崎智也さんが引退、あまりにも突然のことで心にぽっかりと穴が開きましたが、その穴を尽きない感謝の思いで埋めて今度は僕がスターになります。自らがドラマのような6日間その主人公と化します。智也さんは持ってます、いやいやあなたも持ってます。重圧をも乗り越えての SD 初優出初優勝おめでとう。先頭1番の椎名豊優勝の5輪、2着2番稲田5輪、3着は5番桐生5輪、4番3番5輪、ラスト6番の片岡5輪。以上尼崎第12レースでした。最終12レース優勝戦が終了となりました。女子の選抜戦控えています。2号艇土屋2コース、3コース3号艇永井良次、角の4コース4号艇柴田浩二、5コースには5号艇広津治め、サイアウト6コースに6号艇森岡光雄となっています。進入固定スロー 3.1 ふたさん、ダッシュ 3.456 枠乗りの3対3です。第8レース選競争進入固定ガチガチ8内から佐藤家土屋永井ダッシュ柴田広津森岡です。スタートしました。わずかにインコース4コースこの辺りコースアウト1号艇佐藤か4号艇柴田となっています。1番ゲインから逃げる1号艇佐藤か、さす2号艇土屋にその懐からは5号艇6号艇差し込んでバックストレッチ先頭ですが、3艇進リード1号艇佐藤か由紀、2番手の水は5号艇6号艇並走、内側から6号艇森岡、外からは5号艇広継となっています。なお8レーススタートは正常です。1周にマーク先頭は1号艇佐藤か、内に変わったのは2号艇土屋、かわす6号艇森岡、そしてさばいてくるのは5号艇ここは広継となっています。ホームスレッジ2番手は6号艇森岡、3番手には5号艇広継、上位体系は1番6番5番の体制、レースは2周目に入っています。2周1マーク先頭は1号艇佐藤か、2番手からは6号艇森岡、3番手には5号艇広継となっています。バックに入って上位体系は1番6番5番の体制です。4番手に2号艇土屋みなみ、後方4号艇3号艇と続いてレースは2周にマーク、先頭は1号艇佐藤か、2番手追走6号艇森岡、3番手は5号艇広継で確定ホーム側、上位体系1番6番5番、最終周回へと移ります。しっかりとインから押し切りました。先頭は1号艇佐藤か由紀、3周1マークからバックステッチ、2番手には6号艇森岡光雄、3番手は5号艇広継治となっています。向こう上面に入って上位体系1番6番5番となっています。後方ばらけて2号艇4号艇
3号艇レースは最終コーナーです。ラストコーナー先頭は1号艇佐藤か、2番手に6号艇森岡、3番手は5号艇広次、ホーム側へと戻ります。1番6番5番先頭1番佐藤か五輪、2着6番森岡五輪、3着5番広次五輪、2番土屋五輪、4番柴田五輪、ラストで3番永井五輪です。